今ので、はい、はい、ありがとう。ご本当さ、君に、はい、失礼します。すみません。また。あ、すみません。ありがとう。ありがとう、お待たせ。元気そうなの。見りゃわかろうが。アウトなんよ。今日はですね、今通高 の、 あのブランドマートに来てまして、あの焼き鳥をね、あの売ってるおっちゃんがいて、もう50年以上ねこの焼き鳥を焼いてます。でそこが美味しいという話題で今日来させてもらいました。今これネギマがごぼっときとるからな。2ヶ月、3ヶ月、もうなくても3ヶ月に1回はせりゃ、あのバーの中詰まってしまう。やっぱ今でもそれ大人んじゃろう、日が。ああ、そうやな。日おらんところがあれへんか、ひょっとしたら。日おらんところは、今、ちょっとちっちゃい部分とかね。ちっちゃい部分があるじゃろ。これが、15本。これはすごい。でな、こんなの見てするから、もうみんながな、教えてくれ、さしてくれ言うんだけどな、もう決してええこと、ええ仕事じゃねえんじゃ、こんなことをして。ええことになりゃせんのじゃ、もうのれんを分けてくれ。まあ、よく出るようがな、もう1分100円じゃろう。それが、まあやっぱり100円で売ったら、それは普通だったらちょっと嬉しくないわな。ご自分で刺しても、ちょっと待って、はい、はい、2人のここへ置いとる。2、4、6、7、とネギマが3で。買うの気が直しに買おうてな。誰もおりへん。ちょっと言うてみて。ネギマ4、はい、ももが2、はい、それだけ。ネギマが4、ももが2、そこぐらいですか。え、そんなにかからん。もう2分ぐらいあったんだけど、
ネギマが4、はい、3、4、6、はい、置いてください、ありがとう、お待たせ。はいはい、すみません、はい、はい、お待ちどうぞ。はいはい、ちょい待ってくださいな、やくんが間に合わんのじゃ。はいはい、すみません、ちょっとかな、うん、どうぞ。これさ、考えてみて。はい、はい、ありがとう。ちょっと言ってみて。あ、三、あ、五本と三、二二。はい、ありがとう。はい、あ、おい、もらう、あ、もらうもの。ありがとう、お待たせ。お次取ってくれる？これね、はい、あそこに書いてあるね。タレとかも継ぎ足し、継ぎ足し。もちろん、もうそれでな、こうして。もう秘伝の。秘伝のタレで。こういう風になってて。もう仕込みとかも結構時間かかりますよね、これは。3倍かかる。あ、3倍。約3倍。一人で売るやつが三人がかりで作らないといけない。60本、今のところ。60本一気に頼むんですか？一気に。それも毎月じゃん。そういう人は。あ、おられるんですか？うん。いや、毎月来てくれる。あ、そのぐらい。あ、おお。まあ、大きくなったな。ネギまで。すんません。また。あ、すんません、ありがとう。アウトなんよ。だいぶかかるんじゃ、ほんまに。もう。今日のことを長いことはないんだけど、注文がいっぱい今、50本の、70本、明日も忙しくなると思うけど、注文しといていいよ、それ、何個ぐらい全部で10本なんですけど、皮と桃とご飯ずつ、皮と桃、ほんなちょっと待ってんよ、うん、すいません、カートもネギマを今一生懸命焼けるんだけど、うん、言いましょうか、ほんまに。いいことじゃない。すみません、それでこれ。いや、焼くなら焼くけど、こんなんがおるんだ、これ持って60本入れないけど、ネギマ。ネギマ、これ入るかやな。入らんな。
入らんけど。中で買い物で来るから。うんうん。長いことね。14、15。はいはい。もう5年もならんわ、もう元気そうなの見りゃあかろうが豚が豚は約500円だよ。おお生きとったか生きとったか。お互い様に、お互い様に、お互い様か。牛は焼けるし、他食べれん、味が違うよ。何が違うんって思うから。おみちゃんのこのタレが、タレかな、絶対タレだと思う。タレよ、それはタレ、タレよ。あの肉が特別に、うちら県肉は4つ玉もの、うん、おみちゃんのこの上のタレ、皮と何、何がいいんかな、ほいで、ネギマ13、皮が2。このネギマが今40本しよるんと、今ので一緒に入らん。これ皮入る。うん、ありがとう。こっちがネギマコ。はい、ありがとう。ごめんよ、またして。ありがとう。2月から来月は、来年は。
ちらこういうものが全然あのデジタル系が全然わからんのだけど、うん、この間テレビを壊した時に Wi-Fi、うん、だけは繋いでもろうて、うん、だけど見ることがない、うん、家和歌山のところへは生えとるけど、うん、あれも家の中でも飛ばんのじゃなあの Wi-Fi が、うん、いやいや飛ぶ飛ぶ飛ぶほんま、うん、うちつけとるの飛びが悪い子かなんとか言うて言うてあ、部屋の中の場所によっては場所によって、うん、2階の、うん、なんかはようねえような感じあほんま、うん、はいどうもはいありがとうございますもも、まあね、あだからあの今でも あるよあるよ、うんはい、はいあと注文するけどではこれがあのおいちゃんところの焼き鳥です1本100円です、ちょっと食べてみたいと思いますいただきますすごくお肉が柔らかくて味がしっかりしてるんでこれビールのお供には絶対この焼き鳥ですねいただきますあ、うまご飯ちょっとグラスパンでご飯、レンチンご飯はい、ありがとう皮もちょうどいいでしょう、うん